はい、どうもブライアンです。本日も飲み歩きで歩き回っております。もうあまりの暑さにね、もう倒れそうです。まあ今はね、あの元町周辺をね歩き回っておりますんでね、こちらの方でねお店を早く見つけて飲んでいきたいと思います。それでは行ってまいります。はい、元町商店街の一本北側の道のこちらの路地を入っていきたいと思います。どんどんと西側に向かって歩いていきます。こちらもね、いろんなお店が、ね、あってね、いいところですよ。そしてまたこちらの角を曲がって少し進むと、今回のお店、天ぷらの番様が見えてきました。お、いい感じです。店内はカウンターと奥にテーブル席が一つあります。いい感じです。こちらがドリンクメニュー。そしてね、天ぷらいいでしょうね。何食べよっかな。今月のおすすめもあります。そしてね、ランチとかではね、こういった定食も食べれます。まずはハイボール、お疲れ様です。うまい。そしてね、天ぷらのつゆが出てきてね、早速天ぷらを注文しました。第一陣はね、お野菜をメインにしております。いただきます。まずはさつまいも、こういうのがいいんですよね。さつまいもの甘みがねあってね、美味しいんですよ。もう芋系大好きなんでね、まあじゃがいもも好きだしね、さつまいももね大好きなんです。野菜系ってやはりね、あの火を通すことによってね、甘みが増しますからね、とてもねいい感じにね、歯応えも良くなって、おいちゃんはね大好きです。さつまいももね、まあいろいろで蒸しても美味しいしね、まあ焼いても美味しいし、もうねこういうの食べれるのがね嬉しいです。なかなかね、天ぷらをね美味しく食べれるお店ってね少ないので、ね、しかもね昼飲みができる、最高じゃないですか。お酒を飲みながらね、こういったね天ぷらをね食べれるってね嬉しいなと思いました。さあ、どれ食べようかな。こちらをいっちゃう、かぼちゃでございます。まあ、かぼちゃもね、あのさつまいもとはまた違ってね、甘みがあってね美味しいんですよね。まあこういったタレで食べてもいいし、あのお塩でねいただいてもいいと。早速ね、このもしよっていうのをねいただいてみたいと思います。もうね、つけすぎないように気をつけるんですけどね、やはりなかなかね難しくて、ちょっと広げてねいただきます。まあお塩で食べるとね、さらにねお野菜のね甘みが感じられてね、いいですからね、お好きな食べ方をねしてもらえたらなと思います。食べ方にねルールなんてないですから、好きなようにね食べると、もう順番なんてね気にせずにね、ああうまい。そしてお次がねピーマンでございます。ピーマンもね美味しいっすからね。これもいいと。まあ生で食べてもね、パキッてしてね、それはそれで美味しいしと。お火を通してもうまいと。そして玉ねぎでございます。もうかなりの大きいね、玉ねぎでね、もう口の中いっぱいね、頬張ってると。まあ、さすがにね、一
一口では入らないんでね。うん、でも美味しいですよね。うん。もう体にもいいしね。ぜひね、頼んでください。そして2杯目は、レモンチューハイを頼みました。ちょっとさっぱり系をね、頼みました。そして、おかわりもしております。さあ、お次はね、またお塩をちょっとね、かけすぎないように広げてと食べていきたいと思います。さあ、念願のエビでございます。おいちゃんエビ大好きですからね。うん、エビはねお塩でいただきました。うん、まあ先日もねこちらのお店でねランチ定食を食べさせていただいたんですけども、そちらを食べた時もね、エビがね、エビ天がね、むっちゃ美味しくてね、もう今回もね、絶対頼もうと思ってましたね。そしてこちらがね、舞茸でございます。うん、やっぱお野菜系はね、たくさん食べたいなと思ってます。まあ年齢のせいかね、昔よりもね、お肉系よりは、こういったお野菜系とか、まあ、お魚系を食べることが増えてきました。若い時やったらねもう肉系のやつばっかりやったんですけどまあそれはね年とともに変わってくるもんやと思います。うん、でもうまい。そしてねご飯もねやっぱり欲しくなったんでね小を頼みました。ちょっとね、真ん中にね、開けてね、こちら、半熟卵天です。これをね、タレにつけてね、ご飯に乗っけて食べたいと思います。まあ、お醤油とかもね、言えばもらえますんでね。まあ、今回ね、天ぷらとして食べたいなと思ったんでね、こういう食べ方してます。まあ、メニューにはないんですけど、こういう食べ方は。まあ、勝手にね、ご飯に乗っけてね、食べてます。うん、こういう自由にね、できるのがね、いいですよね。こんな感じ。そしてお漬物もあったんでね、こちらもね、ちょっと添えて食べたいと思います。ミニ丼が完成です。まあ、おいちゃん卵をね、好きなんでね、こういう食べ方もね、絶対ね、しちゃいます。まあ、上品ではないかもしれないですけどね。もうこういうね、食べ方がね、まあ、おいちゃんにはね、合ってると思います。ね、すいませんね、ちょっと上品に食べれなくて。でもね、美味しいんですよ、こういうのが。うん、まあ、タレもね、たっぷりかけてもいいし。うん、ないなあ。ちょっと卵をね潰しながらいっちゃいます。さあラストスパートです。もう卵をねご飯をかっくらうと。うん、もうこういう食べ方がねむっちゃね好きです。もう本当にねかっくらうと。うん、うまい。そしてお酒も飲めると至福の時でございます。うん、はあ、うまかった。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、天ぷらの晩様いかがでしたでしょうか。とてもね昼飲みでね天ぷらが食べられるとね素敵なお店でございます。まあ、立ち飲みのね晩様の姉妹店になっておりまして、まあ、お店の方もね目の前になっております。だから立ち止めの晩様の前にね天ぷらの晩様がありますんでねはしご酒もできるという締めにねしていただいてもいいしと。でランチとかもね定食とかもありますんでねそれもねご飯と味噌汁とねもうエビ天なんてね4本とあと野菜の天ぷらとかがねついててね1200円ぐらいとかな。とてもねお安くてねボリュームもあるね
定食も食べれますし、もうランチ使いにしてもいいし、もうそういうね、朝昼からね飲むこともできるというね、素敵なお店でございます。まあ、元町のね路地裏になるんですけれども、場所も分かりやすいと思う、元町商店街入っていただいてね、本当に一本路地に入るだけでね、お店の方は見つかりますんでね、ぜひね来ていただけたらなと思います。とてもね美味しい天ぷらでね、お酒が飲めるいいお店でございます。店員さんもねとてもねいい方ばっかりなんでね、もうぜひね会話を楽しみながらね食べ飲みしていただけたらなと思います。それで食べてね立ち飲み番様行ってもいいし、逆にね立ち飲み番様行ってね、締めにね天ぷらを食べに行ってもいいし、もういろんなね使い方できると思いますんでね、ぜひ来ていただけたらなと思います。まあ、元町 JR の元町駅からまあ10分もかからない場所にありますんでね、ぜひ元町に来た際にはね、天ぷらの番様、立ち飲みの番様、どちらとも来ていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。